タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間は横浜 F マリノス対ジュビロ磐田、こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。横浜 F マリノスがこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、まあ、特徴としてはまあ、トップがサイドに開いたウィング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して中央にバイタルを作れる強みがありますよね、はい、まあ、このシステムはボランチが特に重要で一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。キックオフです。横浜 F マリノス対ジュビロ磐田、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいです、ね、これはどうだ、シュートが、いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。徹底的ともいえるチャンスのシーンがありました。キーパーからのロングフィード、裏へ届くか、ここは通しません。キーパー前へ蹴り出します。上原、水沼、天野、ここはカットします。さあカウンタースピードを上げたいところ、松本、裏へのスルーパス、来たシュート、オープンウィリアムのセーブ、いやいやナイスセーブ、いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックのチャンスになります。ここはキーパー処理しました。ピンポイントで合わせてきましたがこのヘッドは決まりませんでした。長いボールを送ります。大きく縦へ、小池、スルーパスいけるか、抜けてくる、これいいでしょう、シュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。まあ、足元につなぎながら今なんかも少しアバウトになりましたけどね、スペースに出していくということもプロとしては必要かもしれませんね。前線が長いボール、ここで受けて、お、いい形じゃないですか。スルーパスを狙う、ボールがつながる、どうだ、シュート、お舞台ですね。ナイスセーブでしたね。 F マリノス、ここでファウルをもらいます。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。ここまでは両チームともチャンスを作っている印象ですがまだ0対0。前半からお互い全力でぶつかり合ってますよね。非常に攻守の切り替えが早い、見ていて面白い試合になってますよね。ミドル、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。から前線へ、ここで受けて、このボールは山根、激しいボールの奪い合い、さあ一気にカウンター、ボールのどこのパス、裏へ飛び出した、かどうだこのシュート、いやここでファウルがありました。
レフリーの注意が入ります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。シュートという点で見ると両チーム互角かなという感じですかね。この時間帯で先制した方がかなり有利になるんじゃないかなと思いますけどね。前半28分を過ぎたところです。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる。畑中から大きく縦、このボールはつながりません。天野、もう一つ前に行きたい。さあどうだ、チャンスを演出できるか。山根、パスをつなぎます。とこれはつながりません。キーパー前へ蹴り出します。いいプレッシャー。さあ来たか、カウンターを仕掛けシュート、カオスメイジ。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これさあどうする、山根、もうこれいいでしょ、チャンスになる。あー、これか、取らないですか、レフリー。いいプレッシャーです。平川、残り3分というところでしょうか。パスをつなぎます。サイドへ、松本へ、松本右サイド上がっていく。さあ右へ預けて、おいい形じゃないですか。さあ来たか、中は枚数います。来た、シュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。前半0対0。さあ前半いかがでしたか。かなりの打ち合いになりましたよね。ただ守りの観点から言うと簡単にシュートまで持っていかれているということですから、お互いに落胆しはできない状況ですよね。横浜 F マリノス対ジュビロ磐田、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半キックオフです。 F マリノスとしては大暴してましたからね、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、柔らかいボール、ここは対応します。長戸、エウベル、天野、ここはつながりません。松本、カウンターを仕掛けていきます。エウベル、取らないですね。エウベルからのフィードボール、裏に来た、これは来た、狙いますよ、シュート、カオスの、いやー、キーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。素晴らしい反応でした。キーパー前へ蹴り出します。さあ繋がるか、岩田が先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線でバックシュート、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。岩田、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。コーナーキックです。さあどうだ、これは再処理、まだある、どうだ、この位置で受ける、いけるか、どうする、もうこれいいでしょ、シュート、ゴール、おっと、しかしこれはオフサイドか。いやー、助かりましたね、審判よく見てますね。 F マリノス、ここは切り替えが必要です。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね。はい、マリノスがメンバーチェンジをします。ロングボールを縦に送る、これをカットします。お、いい形じゃないですか。松本、
さあカウンターのチャンスになります。平川、これ仕掛けるか、さあどうだ、このパスを防ぎます。岩田はメンバーチェンジです。マテウス、さあ右サイドから上がっていく、サイドを使います。さあどうだ、岩田はここは大きくクリア、危ないシーンでした。収まってフリーだ、右サイドを振ってこぼれた、お、これいいでしょ、上げてくる、どうだ、ここはキーパー処理しました。大きく縦へ、プレスからボールがこぼれる、サイドへ、この柔らかいパス、ここはつながりません。ううラウンドラウン抜けた、さあカウンター、さあ勝負です、どうだ、どシュート決まった、先制、エグマリノス。ゲームも終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。決まりましたね、これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。 F マリノス、 F マリノスとしてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点でしょうね。はい、裏へのスルーパス、止めた、うわ、ここ拾って次につなげたい F マリノス、足元大事にいきます。さあどこに出してくる、裏のスペースを狙う。さあこの時間帯でコーナーキックのチャンス、このコーナーはどうだ、ボールが上がる、あ、止めた、シーノグ、しかしこれよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。コーナーが続いています。上げてくる、どうだ、ツーゾーン、岩田は同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。変わってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。岩田が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。キーパーからのロングフィード、 F バルトスとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとは単元でのホイッスルを待つだけですね。スペースを狙った、これは繋がりません。前線にボールを送ります。ここも固い守りでボールを奪います。F マリノス。さあここでカウンター。さあ繋がるか。素晴らしいパス。来たが。さあ勝負。オープンウィリアムのセーブ。とゴールラインを割ったところで終了のホイッスル。一歩及びませんでした。1対0。F マリノスなんとか1点差で勝ちました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。 F バリノスとしてはドリブルで切り込んでチャンスにつなげていたシーンが多かったですよね。それによって守備の陣形をうまく崩していってましたよね。そうですね、
さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。マリノスが1対0で勝利して試合を終えています。